聖ヘレナは古代ローマ帝国の皇后、コンスタンティノス一世の母、キリスト教会の聖人。チーマダコネリアーノ作の聖ヘレナ生まれた場所に諸説あり、メソポタミアのカパル・パカルともエデッサともビチュニアとも言われる。身分は低く、セルビアのナイススにあった旅館、または酒場で働いていたところを捕虜としてコンスタンティウス、クロルスの手に陥る。 コンスタンティウスの目掛けとなり、274年にはコンスタンティヌスを生む。293年にコンスタンティウスがマクシミアヌステの娘フラウヤ・マクシミアナ・テオドラと結婚するために政略的に離婚させられる。再婚することもなく曖昧な立場であったが、306年にコンスタンティウス一世が死にヘレナの息子が副帝に任命されたことにより、 彼女の皇后としての地位が追認された。313年頃にキリスト教に改修。その後は資材を投じて、巡礼、事前、教会混流の仕事をして、キリスト教のために尽くした。325年、アウグストの称号を受けた。330年に死去。彼女の死後に、ビチュニアのドレバノムという町は、ヘレノポリスと名付けられた。 聖ヘレナの石棺、ヤコブスデオラギネ、黄金伝説に平凡者、2006年、P211。ヤコブスデオラギネ、黄金伝説4平凡者、2006年、P467。ヤコブスデオラギネ、黄金伝説2平凡者、2006年、P211。ヤコブスデオラギネ、黄金伝説1平凡者、2006年、P504。 ヤコブスデブオーラギネ、黄金伝説一平凡者、2006年、P237。ヤコブスデブオーラギネ、黄金伝説一平凡者、2006年、P111。ヤコブスデブオーラギネ、黄金伝説一平凡者、2006年、P199。ブルクハルト、コンスタンティヌス大帝の時代地区は初号、2003年、P407。ありがとうございます。